で月がもう傷だらけで、5年頑張ってくれた。よく頑張った。そしてテフロンが死んだ。そして俺もフライパンを買いました。前のフライパンがテフロン死んじゃって全てが焦げつくようになってしまったので、ついに新しいキラキラのフライパンです。そう、それで新しいフライパンを買って何か作りたくなったんだよね。そうだろ。よく覚えてるよ。この時ハンバーグを作ってくれたんだったな。これハンバーグだと思うでしょ。あれ違ったっけ。それはどうかな。調理始め。あれなんだったっけ。記憶って曖昧だね。あ、そうだ、爽やかを作ってくれたんだったな。それはどうかな。まあ爽やかね。もうあの動画、爽やかの動画出してから1年は経ってるか経ってないかわかんないけど、いまだに食べたことないからね、本物。いまだに憧れですよ。俺もまだいけてないや。レタス、オッケー。いいね。次は味付けだな。味付けに入ります。やっぱりそうだ。これぐらいか。きなこはいつも適当だったな。手順なんてお構いなしさ。まとめてやればいいのに。ちっちゃ。ははは。ナツメグミというグラビアアイドル。いないか。スパイスがね大事だから。結局この美味しいのってスパイス。あと肉とスパイスがうまい。味の素もな。そうでしょ。オールスパイス。忘れないでくれよ。味付けがめっちゃ大事。かけすぎなぐらい。そうだ。あとは。そして大事なクミンシード。そうだ。これがね。これがなきゃ。美味しい。ダメだよなーつって。はいはははは。今日おしゃれじゃない。ああ、とってもおしゃれだ。かわいいでしょ。ああ、かわいいよ。じゃあ丸める。あるか。この芦田愛菜ちゃんとおにぎり製法で福君のさ、まるまるメリメリおにぎり。あ、森だわ。ああ、丸メモリー。あれ、計測みたい。もうこの時点でサイズの差がすごい。ズボラなところが出てるよ。これが一番でかいな。直しなよ。明らかに。あ、ごめん。これで、一旦全部丸めたら、分配していく。やっぱ喧嘩になっちゃうからさ、これ人に振る舞うとき、肉のサイズ違ったら。それは良くないからさ。これ一人で作る場合も、喧嘩になっちゃう。過去の自分と。だからちゃんと分配してください。ほら、明らかに違う。これがめちゃくちゃでかいでしょ。これを、ちょっとちぎる。いつもこうしてくれてたんだね。こいつかな。で、こいつ。ああ、いい感じ、いい感じ。知らなかったよ。ごめんね。丸めて。ありがとう。オッケー、これでちょうど、すべてのサイズが揃いました。美しい肉玉だ。でもその残ったやつがちょっと、そうして欲しかったんだ。塊魂。それだ。この残ったやつは、これ塊魂。懐かしいね。なーなな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 塊魂。なーなななな塊魂。って感じで。できました。できたー。これで？オッケー。次、オリーブ。最近、こいつと、キンキンに冷やと白ワインにハマってるんだよね。俺が好きだった組み合わせだ。めっちゃ美味しい。うまっ。あ、そうか。これはあの時の。これぐらい出しとこう。そうだ。流れてきた海外のショート動画に。かわいい。俺のハートは打ち抜かれちまったんだ。真夜中だったけど作ったよな。ち、思い出しちまったぜ。かわいいですね。並んで。なんかプールサイドみたい。プールサイド思い出す。どういうこと？玉ねぎも開けた。そう、これは事前に切っときました。こんな感じ。はい。偉いじゃん。これで焦んなくて済むよね。オッケーだよね。はい。さあ始めようか。ついに俺たちの火を使います。ここから罪を頑張りましょう。ほらよ。ピザ。イエーイ。業務用。ミラノ風ピザクラスト。ご機嫌だぜ。ちょっともう空いてるっていう。食べました。1枚。ん？なんだと？ピザ。許しがたき、許しがたき、許しがたき。まあ今回は目をつむろう。火加減は弱火で。まったく斬新な発想だよな。海外ってのはよ。ピザ生地に肉玉を塗り伸ばすんだぜ。肉を塗り伸ばす、初めて言ったよ。すごくない？これこんなもんかな。ははは、まあそんなもんでいいんじゃないか。オッケー。オッケーだ。よし。うん。いいよね。いい感じ。そうだな。それでいい。ここでビビってちゃダメだ。勇気を出して一発勝負。決まったな。見事な返しだった。いいじゃん。見てる？うん。なんだ？油すごい。うわー。わあ、すごい油。新しいフライパンだからすべすべ。怖がらなくて大丈夫。繰り返してみる。それは分厚いから。さあ、自分と新しいフライパンを信じて。ほら、できた。やば。ここで反省点を一つ。肉は縮む。もう一玉塗り伸ばせばよかったかな。やばすぎ。まあこれでもいいよな。油の海だよ、油の海だな。ちょっと持ってくよ。しかしこの油の海が後々効いてくるのさ。はい。うわ、すげえ。ああ、やばい。これはで、そうだ、玉ねぎここで半分に。はい、レタス。具材たちをトッピングしていくんだったな。オリーブ。ここで反省点を一つ。圧倒的に赤が足りない。はい。で、絵的にもトマトが欲しいね。チーズはいいね。たっぷり欲しいところだ。もっとだ。2枚ぐらい。そうだ。これはやばい。いい感じに仕上がってきたな。はい。そしてマスタード。そうだ。ちょっと待って、かけすぎじゃないか。はい。どれかけちゃう。はい。けちゃんもかけすぎだけど。こうしよう。いや、もうどうでもいい。くるくるくる。できた。きた。すげえ。わーい。見て。見る。バカ。うわー。すごい、うまそう。うまそう。やばい。止まりまへんな。これは絶対美味しいよね。もっと近いで見せてんか。めぐみ、この一言に尽きる。いい匂い。It smells good。うまそう。やばい。いただきます。ピザ生地に包まれて手を取り合う肉たちのしるべ。これはうまい。それに対し貫いてくるクミンの主張。いいよ、言ってごらん。僕はケバブだけじゃない、ピザだっていけるんだ。そうだね。うまっ。やばいね、これめっちゃ美味しい。それはよかった。ほぼ揚げたようなもんさ。肉の油の海で揚げられた。それはただ輝きが増すばかり。はは、こんなものは一瞬さ。さあ最後の一口を頬張りたまえ。ピザハンバーガーとでも名付けよう。分かっているよ。食べちゃった。さあ帰ろうか、僕たちの場所に。もっと食べたい。ふふ、足りない。ほらよ。これがあるのさ。戻っておいでとみんなが言う。ああ、そうさ。斜め切り。さっきのピザハンバーガーにピクルスを入れ忘れた。でももう一度同じものを作るのは嫌さ。ならばお箱と行こうじゃないか。ただただ無難に作るわけじゃないんだろう。上手に切れました。ほう、見せてもらおうか、進化というものを。肉玉プレス、君たちにこの声が聞こえるか。パチパチとよく鳴く肉だ。見慣れた光景に君は一体何を思う。期待していいんだよね。お久しぶりの肉玉プレス。ああ、知ってるさ。これ本当はホットクプレスだけど、いまだにホットク作ったことない。そうだね、君はズボラさ。知ってるぞ。ここまでは見たことある。待ちます。おお、相変わらずうまそうだ。肉肉しいこのパティ。うん、いいじゃないか。肉とチーズが重なり合う。ハッシュドポテト。なるほど。再び肉の油に降り立つ芋たちがさらなる進化を助けるべし。隣の鍋はこれ？うん、これは豚汁なんですけど、ちょっと大量に作りすぎて火入れるか。まさか。まあいいか。そろそろかな。お、いい感じ。ナイスな焼き加減だ。さすがとしか言いようがない。お、神の手さばき。過大評価かな。はあ、はあ。さあ、ハンバーガーに入ります。ああ。お、危ねえ。そう、君はいつでもそうやって衝動的に突っ走って何も考えずに行動していたね。今となってはただそれを懐かしむばかりさ、はい、君は計画性というものを身につけるべきさ。よく聞いて、これが僕からできる最後のアドバイスになるかもしれないんだ。ほら、どうせ塗り伸ばすんじゃないか。まとめてやっちゃえばよかったんじゃないか。ふふ、焦っているんだね。ああ、そろそろ仕上げに入るんだな。次、レタスダブルチーズパーティー。おお、なんと堂々とした佇まい。その上に飾られる玉ねぎの冠、オリーブという名の宝石、そしてピクルスという衣をまといてさらなる進化を、はい、遂げるのか。完成。無難だな。いやいや、そしてこのあと芋が完成。いや、無難、進化わい。まさかな。はは、やっぱりこうなるか。そうそう、豚汁に七味をたっぷりかけて美味しいよね。わかるよ。はあ、できた。すべてできた。ハンバーガー豚汁定食の出来上がり。うえい。ハンバーガーかな。そうだね。うわ、めっちゃ美味しそう。そりゃうまいだろうね。だって、納豆おいしい。いつものやつじゃないか。うまっ。2回作る必要があったのか。さっきのとほとんど一緒じゃないか。ポテト、まあポテトはうまそうだけど、肉のうまみが染み込んでるんだろう。あ、一緒に食べるのね。それはうまそうだ。でもそれだけじゃ満足できない俺たちがいるんだ。こっちを向いてよ。いやいや、ちゃんと話そうよ。ダメはもういいよ。怒ってるのかい。止まらないね。大丈夫、諦めないで。君ならもっと新しいハンバーガーを、そう、高みを目指せるんだ。大丈夫、次はもっとうまくやれるさ。本当はね、ハラペーニョを入れる予定だったんだけど、両面のスーパーに売ってなくて、なんかいつもだったら売ってるんですけど、その日はちょっと売り切れてて、代わりにオリーブを買って入れたんだけど、なんか合う。オリーブハンバーガーめっちゃ美味しい。オリーブハンバーガーじゃダメだ、足りないよ。もっと夢を見させておくれよ。お腹いっぱい。さあひなこ、まだ肉玉は残ってる。バンズもある。ピザ生地だって残ってる。さらなる進化を遂げようじゃないか、ひなこ。あれ、ああ、そうか。この楽しかった日々の記憶は、もう過去だ。もう時間だよ。どうして僕をそんな目で見る？ゆっくりできたかな？もうやめてくれ。恨んでいるのか？さあ行こうか。ああ、やめてくれ。まだだ、まだ。僕はまだ。ああ。